争中に行われたた関連した2つの小規模な戦闘である最初の戦いは圧倒的な二隻の戦列艦からなるイギリス海軍の船隊がフランス植民地サンドマホク北岸のジャンラベルの町の近くにあるムスティークの入り江でフランス海軍のフリーゲート艦を攻撃し破壊したものである二度目の海戦はその4日後でイギリスのフリーゲート船隊からの部隊が上陸して ジャンラベルの街を攻撃し、フランスの市略船に捕獲され、そこの港に繋がれていた多くのイギリス商船を再打歩した。この二つの戦いはカリブ海の覇権をめぐっての作戦の最中に起きたもので、この時フランスの植民地からやってきた軍艦や市略船は西インド諸島でのイギリス本国と植民地の間の採算性の高い貿易を潰そうとしていた。 1797年の春、この地域のイギリス軍の大部分がスペインの植民地に対抗してリーワード諸島に配置された。そのすぐ前にスペインはこの戦争でフランス側についていた。結果としてカリブ海北部は防御が手薄になりフランスの死略戦が増加することになった。フランスのフリゲート艦エルミオーヌの破壊とジャンラベルの死略戦の基地の除去とで この地域の市略戦の活動は減少の方向に向かい、北、カリブ海におけるイギリスの海上交通路の確保が強固なものになった。しかしサンドマングのフランス支配に対してイギリスは影響を与えることができず、1797年のうちにこの島から撤退した。ウィンドワード海峡フランス革命戦争中、英仏両国はカリブ海で敵対していた。この当時は、 両国とも植民地の拡大と見入りを維持し続けていたが、その植民地が両国の戦闘の重要部隊となっていた。しかし1797年には、イギリスは局地的に海域を支配する策を続行しており、フランスの植民地は数多くの防御の固い港を与えられ、それに守られていた。この港は軍艦や死略船が イギリスの商船団を狙う基地ともなっていた。フランスの植民地へのイギリスの攻撃はあまり成功しなかった。1793年にフランス植民地サンドマングの北西部の先端にあるモールサン・ニコラの攻略のみであった。イギリス海軍はここからウィンドワード海峡を支配した。この海峡はジャマイカとの交易の生命線だった。 それ以外のサンドマングの北岸は依然としてフランスの支柱にあり、1796年の秋、カリブ海の勢力均衡は第二次サンイルデフェンソ条約の宣言により変化した。この条約により、やはり多くのカリブ海植民地を有していたスペインがイギリスに宣戦布告したのである。これに対して、 カリブ海のイギリスの戦力はいくつかに分かれ、そのうちの多くが1797年2月にヘンリー・ハーベー少将指揮下の艦隊についてトリニダード、島を攻略したが、その後のプエルトリコ攻撃には失敗した。イギリス戦力の混乱を受けて、フランスの死略船団はカリブ海北部の小船への一連の攻撃を行うのが可能となり、 イギリス植民地と交易している多くのアメリカ船を打破した。これらの打破された船の多くは、死略船により、サンドマング北岸の小さな港へ連れて行かれた。そこは、イギリスの船体からは安全であると考えられていたのである。この船体の指揮官は、ハイドパーカーで、起点は、モールサンニコラだった。1797年4月の初め、 サンドミニクの首都で北東部にあるカパイシャンのフランス人行政官たちがこのダホ船は首都に持ち込まれるべきであると主張してその任務をフリーゲート艦に命じた。この港をフリーゲート艦エルミオーヌはポールドペに向かい港と近くの町ジャンラベルにいたすべてのダホ船を集めた。ハイドパーカーエルミオーヌの士官たちはこの命令に反対だった。 パーカーの船体が接近しており、ダホ船を連れて行くのは危険だと考えたのである。しかし彼らの考えは却下され、艦は1797年の4月半ばに出版した。カパイシャンを出て間もなく、エルミオーヌは航海中のイギリスのフリゲート艦ジャヌスに発見された。このジャヌスの艦長はジェームズ・ビセットだった。ジャヌスはエルミオーヌより、 かなり小さかったが、エルミオールは攻撃を仕掛けようとはせず、マレゴの港の方に向きを変えた。その間ビセットは西へ進路を取り、4月15日にモールサン・ニコラ沖にいたパーカーの船体と出会った。パーカーは自分の自由になる戦列艦が3隻あった。一つは座上艦であるクイーン、そしてウィリアム・オギルビー艦長のサンダラー。 そしてエドワード・クローリー艦長のバリアントだった。パーカーは、後の2隻をマレゴへやって、エルミオーヌを探索させ、その艦時間を物資補充のため入港させた。15日の午後、サンダラーは、エルミオーヌがサンドマング北岸とトルトゥガ島、そしてトルトゥガ海峡の間を航行していくのを発見した。大型艦のサンダラーはフリゲート艦、エルミオーヌを、 ジャンダベルの近くのムスティークの入り江まで追跡した。エルミオーヌは岩の多い海岸線の沖合の浅瀬で怒りを下ろした。オギルビーはエルミオーヌの居所をパーカーに知らせ、サンダラー、バリアントと共に入り江に入って、エルミオーヌを破壊するようにとの命令を受けた。16時15分、2隻は入り江の入り口を探し当て、危険な浅瀬にどうにか入って、エルミオーヌに近づいた。 しかし、風が強くなっていき、オギルビーはついに、この状態ではあまりにも危険で難破することもあると、腹をくくった。17時、2隻はエルミオーヌの原則を何度か砲撃したが、相手からの攻撃はなかった。しかし、エルミオーヌにも大した損害はなく、風はなお強いままで、そのためオギルビーは、その夜は、射程外の場所まで引き上げた。四月十六日の朝、 サンダラーとバリアントは戻って、昨日よりも風のない交点の下、二2隻でエルミオーヌを攻撃した。自分たちの艦が逃げることもできず、不可能と言える勝ち目に直面し、士艦たちは唯一取れる選択肢を選んで、7時にゆっくりと艦を岸に乗り上げ、艦に火をつけて撤退した。エルミオーヌの火薬庫が8時47分に爆発し、サンダラーと バリアントが退く際に完全に破壊された。フランスの死傷者は定かではないが、退いた2隻のイギリス艦に死傷者はなく、損害も小さいものだった。現在の配置のロードマップ、左上にポアントジーン・ラブルとある。エルミオーヌの航海が失敗に終わったことで、ジャンラベルの多くの打歩線の存在に警告が出た。パーカーは、エルミオーヌと同じ名のフリゲート艦、 ハーマイオニーの艦長のヒューピゴットに命令を出して、これらの脱ホ船を再捕獲するように言った。ピゴットは、ジョン・クック艦長のケベック、ロバート・オートウェイ艦長のマーメイド、そして2隻の小型艦、ブリック艦のドレークトカッター船、ペネロープからなる船体の指揮艦であった。ピゴットは海岸を吸収するには、評価が高く、3月22日にプエルトリコ沖で、 多くのフランス艦の小型艦を攻撃して破壊していた。船体を集めたピゴットは4月20日15時に彼らを引き連れてジャンラベルへ向かい、この時の勝利の再現に出た。夜になるまで北西の相手の気づかないところにいて、乗員たちが相手の航行を出し抜く準備を始めた。つまり暗闇に紛れて艦に積まれたボートで乗員たちが防御の堅い湾へ出て、 港にいる打ホ船に乗り込み、再打ホしてから、味方船体の方に向かおうという計画だった。4月20日の夜は、海が穏やかで強い東向きの潮が流れ、監視のないジャンラベルの港に帰り以内までピゴットの艦隊が近づくことができた。艦の可士艦の指揮下にある船体のボートは、そこで静かに騎士へと近づいた。騎士にいる者の目をそらすため、ピゴットは艦を、 入り江の入り口へと横切らせ、フランス軍の注意を港からそちらへと向けた。これによりボートは見破られずに、港の商船に近づくことができ、それぞれの艦は海岸近くの浅瀬に近寄って並び、敵を待ち構えていた。4月21日の午前に一時、ボートからの凄まじいマスケット銃の一斉射撃とともに、 戦闘の火蓋が切られ、イギリスの水兵たちが打破された商船に群がった。砲撃により、港を向いた騎士の砲台が警戒したにもかかわらず、戦闘は短期間のものだった。港内での敵から味方を決心させられず、代わりに大砲が湾内のフリゲート艦を狙い、ピゴットは反撃するよう自分の船体に命じた。四時になって、軍艦、ポリー、ブリック船、トゥーシスターズ、 アビオナ、そしてサリー、スクーナーのコロンビア、ジュノー、シチズンスノーヒル、それからスループ艦のインダストリー、それともう一隻の名前のわからないスループがイギリスに再打歩され、打歩したイギリス軍は港の外にこの9隻を連れ出してピゴットの船体に向かったジャンラベルの港に取り残されたのは2隻のボートで戦闘開始の際に浜辺に打ち上げられたものだった。 最大保された船はすべてアメリカの旗が掲げてあったが、船の所有を証明する書類は、そのほとんどがカパイシャンに送られていた。この作戦でのフランスの死傷者は報告されていないが、イギリスは攻撃で1名たりとも失わなかった。この2つの作戦は、サンドマング周辺海域におけるイギリスの支配権を強固なものとした。フランス軍の強力な敵であるエルミオールを排除し、 捕獲船を置いておくための試略船の基地である港を破壊した。しかしサンドミニクでのイギリスの存在を固めるにはまだ不十分で1797年の終わりにはイギリス戦力は植民地からすべて撤退した。ピゴット、オギルビーそしてパーカーの全員が海戦の様子を細かく書き連ねた報告書を特使に持たせたが歴史家のウィリアム・ジェームズによると この時ピゴットは作戦に参加した歌手官に対し名前を挙げて牢をねぎらうことを怠ったと述べている。ピゴットは不人気な士官として有名で半年後にさほど有名ではないハーマイオーニーの反乱で上院から殴られた上視察されることになった。ありがとうございます。